初日なんでね、まあリラックスしながらスタートしていこうかっていう。まあなんせ選手が楽しんで、ワイヤーガイガーやってるのを見れば、楽しいですね。練習場に姿を現したのは AC 長野パルセイロから加入した太田萌選手を含めた17人です。初日ということで体をほぐすメニューでトレーニングに臨みました。およそ一月ぶりに顔を合わせた選手たちでしたが、この練習を通じて積極的に声を出し合いコミュニケーションを取っていました。昨シーズン途中から指揮を取った須藤監督、上位3チームとの力の差を痛感させられました。それを跳ね返すためにも個の力と基本を大事にしていくと話します。個人のレベルをやっぱり攻撃においても守備においてもやっぱり今以上に上げていく、あるいは意識をやっぱり変えていくっていうところが一番大きな狙いかなとは思うんですけどね。マイナビ仙台、さらなる上を目指す挑戦が始まります。